続いています。入園までにお時間がかかる場合がありますが、ご理解とどうも、こんにちは、たかひろです。今回は3月上旬のディズニーランドでひたすらマイペースに遊んできた様子の動画になります。ディズニーランドの方に来るのは1ヶ月ぶりとかなので、ずっとやれてなかったことなど存分に楽しんできました。今回もぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。この日はいつも通り最初にエントリー受付をやったところ、ショーは全部外れてしまったのですが、唯一グリーティングのミニーのスタイルスタジオは当選しました。スタイルスタジオに行けるのは多分5ヶ月ぶりくらいとかなのですが、結局冬コスチュームのミニーさんには会えないまま春になってしまいました。まあ当たっただけでもすごく嬉しいので存分に楽しんでこようと思います。まずはお腹が空いたのでスイートハートカフェで朝食を取ろうと思ったのですが、さすがに朝は結構並んでいたのでやめることにしました。大好きなクリームパンがずっと販売していなかったのですが、3月31日から再開するのでその時にまた来ようと思います。トゥーンタウンで食べたいフードがあったのでまずはそちらに向かいたいと思います。トゥーンタウンにやってきました。それではこちらのヒューイ・デューイ・ルイのグッドタイムカフェで朝食を食べたいと思います。こちらでいただくのはスプリングロールエッグ&シュリンプ380円です。早速いただきたいと思います。こちらは以前までスプリングロールピザ味がずっと販売されていたのですが、2月27日からエッグ&シュリンプに切り替わりました。まあ、復活したことはすごく嬉しいのですが、それと同時にピザ味がなくなってしまったのがちょっと残念です。なんかなかなか2つ揃うことがないのがなんか悲しいです。エッグ&シュリンプは春巻きの中に温かい卵サラダが入ってる感覚です。そしてその中にシュリンプ、まあ、エビの風味をほんのり感じる味付けになってます。ピザ味よりもまろやかで優しい味わいになっていて、お子様も食べやすかったりするのか、ピザ味よりもエッグ&シュリンプの方が好きっていう声をよく聞きます。自分はどちらも好きですが、どちらかというとピザ味の方が好きです。このスプリングロールは提供されたタイミングによっては、熱すぎて火傷する場合もあるので、ぜひ一口目は様子を伺いながら慎重に食べ始めてください。エッグ&シュリンプ久々に食べられて嬉しかったです。それでは It's a Small World に乗ってこようと思います。クリッターカントリーにやってきました。先月来た時はスプラッシュマウンテンがやってなかったので静まり返ってましたが、この日は奥まで進むとキャラクターもいて賑わってました。アドベンチャーランドの入り口近辺に来たら何やら人だかりができてました。
それではトータリーミニーマウスのグリーティングパレードを見てこようと思います。3月2日から3月30日、この最後の期間は情熱的なミニーマウスをテーマに、ディズニー夏祭り総領コブのパーフェクトポルカドットの音楽に合わせてパレードをやってくれてます。今回も結構動画では利用頻度の高いこの場所から見ようと思います。ではミニーさんのグリーティングが近づいてきたので、トゥーンタウンに戻ってきました。ミニーさんの家の横では毎年河津桜が咲くのですが、今年もその時期が近づいてきていて、もう間もなくといった感じになってます。ぜひ行かれた際は気にして見てみてください。それでは久々にミニーさんに会ってこようと思います。なんとなく誰かいるかなと思ってワールドバザールを徘徊しに来ました。それではお昼ご飯を食べてこようと思います。この日は久々にイーストサイドカフェにやってきました。こちらでいただくのはパスタセット2480円になります。サイドディッシュとパスタをそれぞれ一つずつ選んで組み合わせます。それにプラスパンがつきます。まずサイドディッシュはキノコと豆乳のスープになります。お皿が置かれた瞬間、キノコの香りがブワッと広がって、もうこの時点で美味しかったです。キノコの他にはナスなども入ってます。濃厚な豆乳の温かいスープは、まあ、ある程度まだ寒いこの時期にすごくありがたい一品でした。一応ベジタリアンの方向けのスープっていう風にもなってます。であとパンにもすごくよく合います。イーストサイドカフェのパンはバターがついてこないので、こういったパンにも合うメニューだとすごくありがたいです。そしてパスタはスパゲッティにボロネーゼ、ビーフポルペッティ添えです。一応このパスタセットは選ぶパスタによってもちょっと金額が変わってきます。今回このメニューを食べるのは初めてなのですが、すごく美味しかったです。ポルペッティとはイタリア料理の一つで、牛ひき肉にパンやチーズなどを加えて作った肉団子らしいです。以前こちらのお店でチーズポルペッタなるものを食べたのですが、それもトロトロのチーズが中に入っていて美味しかったです。上にドンとポルペッティが乗ってるので崩しながら食べていきます。こんな感じでポルペッティは簡単に崩れるのですが、そこまで細かくは崩せないので、パスタとは正直絡まりづらかったです。なのでパスタを巻いて食べては、スプーンで崩したポルペッティをすくって食べての繰り返しで食べ進めました。シンプルなボロネーゼなのですが、通常よりもかなり肉肉しさが増して食べ応えがあります。
またボロネーゼ自体に少しですがおそらくチーズが入っていて、とろっととろけてる感覚がありました。これもまた濃厚さが増してすごく良かったです。正直上品なおしゃれなパスタというよりはがっつり系のわんぱくなパスタっていう感じがしました。ガツガツしすぎているという部分でもしかしたら好みが結構分かれるかもしれませんが、僕はすごく好きだったのでまた機会があったら食べようと思います。気になった方はぜひ食べてみてください。なんかお腹いっぱいですごく眠くなってきたのですが、今日は何としてもビッグサンダーマウンテンに乗りたい気持ちがあったので乗りに行こうと思います。夕方あたりにトゥモローランドに来たらショーベースの横で人だかりができていました。では帰ろうと思います。今回は3月上旬の東京ディズニーランドをダラダラと楽しんできました。3月いっぱいでイベントやパークフードがいろいろと終わってしまったりと一旦区切りがつく月なので、今月はもっとたくさん楽しめたらいいなと思います。ぜひコメントで皆さんが3月中にディズニーでやりたいこと、4月になったらやりたいことなど、というかなんかそれ以外でも何でもいいのでたくさんコメントをお待ちしております。そしてもし今回の動画良かったと思ってもらえたら高評価もいただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 Twitter や Instagram もやってますので、こちらも良かったら概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。